味だと。これ全部入ってんの？
ちは、昭和イズムです。今日はたくさん来ていただいてありがとうございます。私たちはですね、実は今日は結成して2回目のステージになります。思い返せば、このパピーズさんは私のデビュー戦の場所で、その時に一緒に出てくださったお二人も今日応援に駆けつけてくださってますが、ありがとう。でそのバンドのバンマスでもある大将が、プロデュースをしてくださって、声帯を集めてくださって今日のバンドが結成されました。で、昭和イズムなので昭和歌謡はもちろんなんですけど、昭和的な、昭和にイズムを感じる曲が歌えたらなと思っていまして、今お届けしたのは、皆さんご存知だと思うんですけども、中森明菜様の、1982年のデビューシングルのスローモーションでした。で、なんと2曲目以降も、オール中森明菜さんということで、今日はもう明菜バンドというか、もう明菜バンドになりつつあるんですけれども、皆さんが知ってる曲ばっかりだと思いますし、当時からファンだった方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ声いっぱい出していただいて、今日は僭越ながら明菜コールでなく彩香コールで、お願いできたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。彩香、はい、じゃあ早速、2曲目と3曲目続けていきたいと思います。北ウィング、love you。
Thank you.
50回でした。今日この衣装も一応10回の衣装を真似して来ています。あとはこの赤いボンボンも一応後から歌う曲をイメージしてつけてきたんで、何の曲か楽しみにしててください。今日は台風が来てましてね、雨あんまり降ってなくてよかったなと思ってるんですけど、大丈夫ですか皆さんの地元とか西日本の方、今日西日本の方から駆けつけてくださった方とかいたりしないですかね。あ、高円寺からありがとうございます、はるばる。大船からもありがとうございます。皆さんはるばる足元の悪い中お越しいただいて、はい、ありがとうございます。なんか機材トラブルかな。テンションよく喋ります。いや喋れないです。今日はなんか腕も出しててなんかすごい髪の毛まで生えてて、すごい気合を感じるなと思って嬉しい限りですね。まあ、ちょっと激しめな曲が多いので次はしっとりと行こうかなと思ってはいますけれども、よろしそうですかね。はい、じゃあ次の曲、セカンドラブ。私は上手に愛の目
昭和歌謡結構再ブームみたいで、まあ、中森明菜さんも結構 TikTok とかで若者が上げてるみたいで、若者私はちょっと TikTok やってないんですけど、やってたら上げてると思いますね。はい、なので、まあ、足並み揃えてちょっと私たちも乗っかってるかなって思ってるんですけど、ちょっと無理があったかな。はい、でなんか実際明菜さんも先月ライブとかやられてて、今年はなんか紅白に出るかもってなんかニュース見ましたね。はい、なんで、はい、盛り上げていきたいなと思います。はい、で次また2曲連続でいきたいんですけども、もしかしたら一番盛り上がる感じの曲かなと思うので、ぜひ、声出していただければ、次のバンドのザックスファイブの皆さんもぜひご協力お願いします。はい、じゃあいいですか、デザイア。
紹介させていただきたいと思います、昭和歌謡なんでちょっとキーボードは欠かせない存在とかでオンキーボードゆきねそしてクールな紳士オンベースツチそして、影のバンマスですかねオンドラムキョコタン、はい、そしてバンドマスターのギター大将そして今突然登場していただいた今日のスペシャルゲスト新井さんですサンバフリスクだとはい、ありがとうございますはい、じゃあ大将そしてボーカル、あやかですあやか上手ですかっこいいよね、一緒に大将もかっこいいですね、上がもう今日はあやかが黒だから、後ろはみんな白あやか引き立てせるんだよねちなみにその下は何着てるんですか何も着てませんそうなんだ何を言わせるみんな想像してる、はい盛り上がってきたところなんですけれども、もう次が最後の曲になります。最後？これからサンバの曲を探してきますね。はい。ちょっとやりたかった。じゃあ最後がですね、もう盛り上がるから、飾りじゃないのよ涙が。
ちゃこぼれ止まるよね。あ、そうそうそう、あやかー、いきなり呼ばれたね。すごい、イエーイ。Thank you.
練習不足だけど。